2008年ディーン・カーナーシスは、ギリシャ系アメリカ人のマラソン選手、ウルトラマラソン選手。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身。幼少期より走ることが好きで、高校時代には陸上部に所属していた。その後、社会に出ると、サンフランシスコの健康食品会社のマーケティング担当として、ビジネスマンとして成功し、家庭も持った。また、 営業成績が良かったため勤めていた会社から自動車を贈呈された。30歳の誕生日までに十分以上と呼べるものを手に入れるなど、順風満帆な人生を歩んできたカーナーシスは、ある夜、美人の女性から不倫の誘いを受ける。しかし、この誘いを受けた瞬間、自分はこんなことをしているべきではないと思い立ち、トイレに行くと、クラブを抜け出して、その晩からマラソンを始めた。 カーナーシスは、高校時代から15年間も、まともにランニングなどしてこなかったが、次第に長距離マラソンに慣れていく。こうして、通常のフルマラソンよりも長く走れるようになった。カーナーシスは、ウルトラマラソンにも挑戦するようになる。過酷なマラソン大会に挑戦するようになった。彼は、2006年3月2日に、ウルトオメディサンマン、コンフェッションズ・オブ・アン・オール、ナイト・ランナーを出版し、 一役ながら知られ渡った。ありがとうございます。